僕はですね、ぴょこたんという名前で漫画を描いているものですが、今日はですね、オンラインボードゲー会をしようと思いまして、ボードゲームアリーナっていうですね、オンラインでボードゲームができるサイトをつないで、みんなでやってみようという企画になってますんで、じゃあちょっと順番にね、ちょっと岸さんから自己紹介をお願いします。駄菓子屋ゲーム博物館の岸です。板橋区でね、レトロゲームのお店をやっています。はい、どうも、いつもぴょこたんとポーカーで世界中を旅してます。本業はゲームを作ってます。よろしくお願いします。山川です。よろしくお願いします。フリーナレーターで声優のしおりです。レッサーしおりという名前で YouTuber もやってます。よろしくお願いします。あ、そうなんでしたっけ。そんなことやってたんでしたっけ。はい、やってました。あ、動物の森の実況みたいな、そういえばやってたような。はい、動物の森を実況してます。お、じゃあこの4人でちょっとやっていくということで、じゃあ早速ちょっとボードゲームアリーナをね、開いてですね。はい。で、何からやりましょうか。簡単なキャントストップ。じゃあキャントストップからやりますか。キャントストップ結構いっぱいありますからね、面白いゲームが。まあキャントストップ、これは結構チキンレースみたいなゲームですよね。一応これはあるんですけど、これ今ボード見えてますよね、ボード。サイコロを4個振って、そのサイコロを2個ずつに分けて、で、このレーン、はしごみたいなレーンが全部で2から12まで、ここに11本のレーンがあるんですよ。これを登り続けていって、最初にこの3本のレーンを登った人が勝ちっていうゲームです。そうですね、はい。あってもね、そういうゲームです。はい。はい、なので、まあ、サイコロ2個振ると大体7が出やすいじゃないですか。うん、なので、まあ、例えば4個振ったら、3、4、5、1とかになったとしたら、その中から2個ずつ組み合わせて、で、登っていくんですけど、何回でも登れる限りはサイコロ4個を振り続けることができるんですよ。ただし、一度のターンで登れるのは3本のレーンしか登れないんです。一度のターンに何回振っても登っていってもいいんですけど、なので、例えば7のレーンを登りながら、4のレーンを登りながら、こういう一番端っこの12のレーン、12のレーンなんか6が2個ないと登れないっていう結構薄い確率だから、この登り切るまでのマスが少ないっていう感じなんですよね。あれ？あ、もうね、これでね、しおりさんね、始まっちゃったんですよ。で、こうサイコロを4個振った結果がもう勝手に振ってくれるんで、はい、そうすると今選べてるのが3の列と9の列を進める、6の列を2歩進める、はい、7と5の列を進めるって3個選べますよね。はいはいはい、その中の一つを選んで、まず進んでみてください。一つのターンで進めるのは、3列だけです。なので、例えばこれ6の列を2個進めるって結構得なんで、一回それ選んでもらっていいですか、はい、ほら、そうするとこの一つの黒が、これ人間なんですけど、2マス進んだと。で、もう一回振った方がいいです、これは。あと2人、そのレーンを、今も振ったことになるんですけど、あ、6と5がありますね。あ、いいですね。そうすると6がまた1個進んで、5が1個進んで、そうすると今2人目が、出動しまして、まだ1人余ってるんで、まだ全然触れますよ。はい。お、6と7。はい。で、こっからが、作戦なんですけど、6と7を進めてもいいし、例えば3と10ってなってても、どっちか1個だけでもいいんですよ。例えば3を取るか10を取るかとか、8と5でもっていう、まあ、これを選んで、この後もう1回振るかどうかも自分で選べるんです。はい、で、やめた場合は、ここで、ここに残るんですよ。自分のレーンの途中に、自分のそのここまで登ったよっていうのが残るんです、次のターンまで。あ、セーブができるんですね。そうです、そうです。ただし、もし振り続けて、例えば全部のサイコロが6とかだったら、12しか進めないじゃないですか。はい、そうすると、1ターンで3個のレーンしか進めないんで、ドボンになっちゃうんですよ。バーストというか。そうすると次のターンで、なんか片方だけ、もし、今、5と6と7を選択した場合に、はい、大丈夫です。ここまでは残るで、一旦どのレーンでもいいから3本進めるんで、はい、あ、そういうことですね。で、もしこれ次振って5、6、7が出なかったらドボンになっちゃうけど、5、6、7は多分出るんで、やってみてもらった方がいいと思います。はい、えい、ほら、よかったじゃないですか。7の列を進める、こういうふうに4と7だけど7が残ってるんで、はい、セーフです。これ結構危なかったですよ。おはい、で、ここでやめるかっていうのも全部自分で決められるんですよ。怖いな。ドボンしたらゼロになっちゃうんで。はい。そのターンの分はゼロになっちゃう。やめときます。え、やめとくんですか？チキンですね。こんな。あのね、最初は
あとこれ大事なのは、誰かが登りきったら、そのと、はい、レーンっていうのはもう誰も登れなくなっちゃうんですよ。あ、そうなんですか。で、3本のレーンがの誰かが全部登りきった人が一番最初に登りきったら勝ち。さあ、じゃあ山川さん。強いからな、こういうの。いや、これはね、度胸試しですから。岸さん、だんだん分かってきました？なんとなく。でもこれそうするとさ、はい、後発組が不利なんじゃないの？はい、まあそうなんですけど、そうとも言えないですよ。しかもこれ順番もランダムで向こうの抽選で行われてるからさあ、やっぱ7が一番出やすいから、7を最初に登り切られちゃうと結構苦しくなるんですよね。お、危なっ。いやー、もうちょっとだけ。山川さん4と6と7を今登っていってますね。山川さんすごい。あ、4をね今支配しようとしてますね。いやー、もう行っちゃうかな、ここは。すごい。すごい。いや、でもね、ドボンしたら終わりなんで。いや、ちょっとね、やめとくわ。で、山川さん、ここにこう一時的にこう、ここまで来たと。いやー、山川さん、もうすごく、セーブされるみたいな感じ、ね。そうですね、次のターン、そこからまた登れるんで。やっぱこの山登りゲームですよね。そう、山登りゲームですね。この絵からしても。バックギャモン的な感じも。あれ？お、3と5選んだ。これサイコロってどこで振られてるの？もう勝手に振られてるんで。振られて左上に結果が出る、はい。もう選んじゃってるんですよ。今3と5を選んじゃいました、岸さん。あ、もう振られて、この結果どれ、そうですね。今この3つ出てるんで、8と6を進めるとか、8か6か。この左上の5、4、1、4っていうのが出た結果で、右側に勝手に組み合わせが書いてある。だから5と9の、本来はね、この組み合わせも自分でやるんですけど、ここが自動で出てるんですよ。なるほどね。5がもう乗ってるから、そうですね。これバランスいいですよ、3、5、9って。これでもう一回やって、あ、パッともなっちゃう。ちょっと危なかったですね。行列を進める。岸さんは5を今狙ってる感じですね。いや、なんかよくわかんないでやってる部分もあるんで。でもいいんですよ。3と5と9で。ああ、危ないですね。これはストップした方がいいのかな。まだまだいけますよ。やめたんですか？なんかちょっとなんか詰まってきた感があった。よし、じゃあ僕はまず3と7を進めます。はい。続ける。これね、やっぱりね、7と9かな。これでガンガンいった方がいいと思います。うん、7を、あ、間違えた、今3だったわ、間違えた。お、7を進める。よし、3を進める。やっぱ3を支配しとかないと最初に。あードボンです。こうやってほら1144って出ちゃったから、1144だから、はい、選択肢が全然ない。5と2とね、8しかないかな。はい、もう今1回目のダイス振られてますよ。はい、7と7。ああ、いいんじゃないですか。いいですね。7支配されると結構きついですから。そう。あ、12と7おすすめですよ。12と7。3回でいくから、3回でいっちゃうんで、12は。じゃあ、行ってみましょう。7と4か。5と6って前のやつも使えるんですか？前のやつも使えるし、だけど1回に登れるのは、1ターンに登れるのは3本までなんで、5か6どっちか選ぶしかない。どっちかですね。5か6どっちか。ああ、すごい。悩む。でも、7登りたいかな。7いきます。もう1回ぐらい行こうかな。えい！あ、12いけるじゃないですか。12と4すごいよ、これ。あ、12と4か。12と4ですね。うん、怖い、どうしよう。これ12出せば登りきれちゃいますよ。次12出せば。これ登りきった数が多いのは勝ちみたいな感じ。3箇所登れる、はい。7と4ある。あ、すごい。もう一回やったんですね。3本登りきった人が勝ちです、一番最初に。ここでやめときます。あ、チキンですね。好きなように言ってください。どうしようかな。結構嫌なんですよ、この12をね、こういうふうに取られて。ターンは3本だけど、それロングがあるのは4本よな。ターンごとに3本、どこでも登れます。
あもう4行かれちゃうな、これ。行かれちゃいますね。どっちかな、まあ7かな。お、7、しおりさんと結構激しいバトルを。お、4があった。ああ、行かれた。田中さん、7譲ってください。ちょっと止めてみるか。ああ、これでね、4がね、もうほら、山川さんの列になっちゃったんで、もう使えないんですよ。そうすると、またさらに、サイコロのバースト率が上がってくるんですよね。ああ。4、登ってた人は無駄になっちゃったそうです。そこのせめぎ合いも大事なんですよ。さんは緑だからな。受ける。緑か、これか、9と8、これか。一発逆転ありますからね。ありますからね。とりあえずね、やっぱり2と12はね。危ないですね、すぐ。岸さんも大きい数字が出ないとダメですか。そうですね。小さい数字が出ちゃうと。あ、でも11を選んだ。いや、なんか、大きいのも。はい。こういうのがダメなんですよ、今みたいの。1123です。これも。7捨てだな。6と9でいきますわ。お危な。これやべえな。なんかこういうのやばいんですよ。2、2、2、1ってもう3しか選べないっていう。3しか選べない。今4が消えてるから。4がないからね。いやこれきついけど行くしかないんで。よし、3と3を進める。3と3強い。よし、もう一発。危ねえな、これ。まあ行くしかないわ。そうだよ、逆転しなきゃいけないから。お、6と9。うん、もう一発。うわあ、危ねえ。ちょっとどうしようかな、ひよってきたな。頼む。よし。おー、すごい。幸運。いや、幸運じゃないですよ、こんなの。まだまだ、序の口。お、いけるいける。おお。もうだいぶね、高くなってきたからね、怖くなってきた。もうやめよう。よーし。結構いい位置につけた。まあね、こんぐらいにつけとくとみんなのプレッシャーにもなるから。あれ、8と5しかない。8と5しかない。そうですよ。だってほら、4441だから8と5しかできないんですよ。え？あ、でも7いけるじゃないですか。あ、そっか。8と7。8と7じゃないですか。はい。やっぱね、7をね、さっさとね、抜ける。山川さんに取られちゃダメだよ、7は。7と5。この道に詰まってますからね。しおりさんが7取ってほしいわ。ああ、残念。6554。欲張るからそういうことになるんですよ。なんでですか、もう。欲張り。持ったらひよったでバカにするし。いや、でもまあ、そういうゲームなんですよ、これ。これいいじゃん。この真ん中、真ん中。真ん中3本。真ん中ね。どっちかに偏るとそれ、きついからね。そう。バランスよく出れば。やばい。うん、いいじゃん。バランスよく出ればいいけど。これは勝つんじゃないのこれ。いいじゃん。登られちゃう。このターンで勝つ可能性すらありますから。ありますね。どっちかなこれ。あ、なんか。でもそこで欲をかくと。危な。いやー、もう一回だけいくか。おお。もう一回いいんですか？抜かれちゃいますよ、この後で。これ登り切っておかないと。大丈夫やろ。大丈夫やろ。これね、絶対危ないから、岸さん、なんとかしないと。岸さんとかぶってないもんね、列ね。いや、今からでも抜き返せますよ。え？あ、岸さんも何と6なのか、もう強制的に。7はね、しおりさん、とりあえず取ってもらわないと、次のターンで確実に。頑張ります。7登りたい。2がありますよ、2が。いや、岸さん、騙されないで。9があるのかね。2は誰も来てない。7だけにして、そうですね。でもいいかもしれない。7で、7だけ進めて、もう1個違う。え？あ、2も選んだ。ギャンブラーですね。ギャンブラーですね。お、ある。こういう危ない目に遭うんですよ、そうすると。そうね。でも、両方とも
ほぼほぼ。いや、行くしかないんですって、ここは。行くしかないですよ、キャントストップですよ、岸さん。このゲームのタイトル。あ、6、2個いけんじゃないですか。6、2個いける。ここ6、ここから巻き上げたらかなりファインプレイですよ。とにかく山川さんを止めないと。6だ。お、これファインプレイじゃないですか。おあ、6と6。6と6、あ、2、あ、2いったか。くそ、6と6の方が良かったんじゃないの。悩むとこだな。あ、2がある。あ、2がまだある。おー、1個取った。ギャンブラーすごい。まだ続けるね。どうだろうね。あれ、この他の緑のやつも使えるんだよね。使えないです。あの、3本しか。あ、今は使えない。今は使えないですよ、もちろん。一旦で登れるのは3本までだから。まだ振った。振ったんですか？76。危ないっすよ。あれ 2もダメになっちゃうの？2もダメになります、もちろん、当然。じゃあやめとくか。よし。わ、何これ。これひどいよ、5556って。でも誰も参加してないから。こんなとこ登りたくねえよ。一気に登ってください。一気に。なんだこれ、エラーみたいなの出てきた。10決まりました。11と7か。これだ、9と9。あ、9と9ですね。もうこれ行くしかねえ。行くしかねえ。よし、9と10。終わった、9と10。終わった。ほら、続けるかどうか。ここ終わっちゃうよね。終わっちゃう。これダメだ。これでもさすがに9を消しとくっていうのもみんなのバーストを誘う意味では大事なことだから。はい。しおりさん絶対7これ確保しないと。7ですよね。うん。7このターンで確保しないと山川さんが相当勝っちゃうよ。7と5。死に物狂いで7登った方がいいと思いますよ。じゃあ行きましょう。よしよしよし、あと3。ああ、いいですね。お、行くな、意外にな。いや、行きますよ。7は一番出やすいから。お、余裕に。よし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 。もう確定でしょう、これ、7は。うわお、ない。ない。だって、2、3、3、3。6しかない。頼む頼む。7! おー、いったいったいった。これはナイス。これはナイス。まあ、6はちょっと確実に収めないとな。うわ、でも3か、残りが。お、6これでいけるじゃん。6いきました。あ、もうちょっとあるから、もうちょっといくか。お、全部5だ。これ危ないぞ。やめよう。わあ、2本取られた。あと1本山川さんに取られたらもう負けだから。はい、例えば今山川さんが続けてドボンしてこの6がダメになっても前のこのセーブしてるところ。あ、そうです、そうです、前のセーブしてるところ、はい、うん、なるほどね。ガチャ11。岸さんは2だけ今登ってんですよね。あと3と5も一応ある。後破していきなり先輩さんが登る可能性が出てきてるのは380。いや、次のターンで準備したい。いや、危ないっすね。5666だって。お、危ない。危ない、でかいのばっかりで。どうしようかな。おい、ひよったな。ひよったな、岸さん、それ。ここひよってたら勝てませんよ。お、11が。お、いいの出たじゃん。3はとりあえず。お、11。よしよし。お、11出ました。ここで勝っちゃう可能性ありますからね。あれだ、危ないな。3と11で。よし。お、でも縛りが入った、これで。うーん。いいぞ、これは。これは、みんなのミスを誘うためにも3を消しとくっていうのが大事。これでみんながミスったら僕勝っちゃうからね。5かな ?5 ですよ、ね。空いてないから5とか8。まあ5ここで登りきらないとな。もうでもまだ1個しか使ってないから。いやー。あ、10しかない。10と10。あ、全部5で5が出た、また。5。お !5 がある。お、あと3回。
やばい。あるある、ついてるね。やばい、5と10に行かれる場合あるぞ。お、10も。わぁ。まだ12いけるじゃん。内緒で、それ。ああ、やら、それ内緒の、内緒のワードだった。どうしよう。気がついてなかったら今ひょっとしたら。悩むね。いやー、悩む。一気に勝負決めるかな。だって5があと2回出れば勝ちですよ。そうですよね。いやでもバースト結構ありますよ。止めます。うわぁ、ひよった、ひよった。チキンですね。よし、これで山川さんに負けちゃいますね、今の判断で。慎重にいくか。よし、10。あと3回だ、10。ああ、勝ち切られるかな。お、あと2回。はい、残念。欲張り。欲張りはそういう目に遭うんですよ。これひどくないですか。だって置けないんだもん、余ってるの。余ってるの。そうですよ。この列が埋まると、そういうことが多発するんですよ。こっから慎重に行かなきゃいけない。そうなんですよ。危ねえな。もうだって5、8、10、11が無駄ですからね。よーし。さあ、皆さんお気づきですか？リーチですよ、11。これはね、とりあえず8と5にしといた方が確率が増えるから、11を出せばいいだけだから。いやー、でもついてるな、なかなか。ついてないですよ。実力です。はい、ありがとうございます。下手くそども。はい、僕の勝ち。なんでだろう。はい。やっぱ頭脳ですよ、これは。どこで止めるかとかも全てそういうもんだから。はい、新たなトロフィー、キャントストップ熱狂者。熱狂者、こっちもらった。ありがとうございます。はい。こういうゲームなんですよ。こういうゲームでした。はい。もう一回やってみます、岸さん。そうね。なんとなく分かったんで、もう分かった。いやいや、もう分かったでしょう、なんとなくじゃなくて、これは。これちゃんといろいろ成績残るんですよね。そうなんですよ。これすごいのが、全部の手が、勝手に記録されてるんですよ。あー、すごいな。そう。じゃあ履歴みたいので見れるってこと？履歴で全部の手を見れるんですよ。もう一度プレイしますよ。はーい。これ最終戦ですからね、このゲームは。そう。しかも下の方にちゃんと、もう呼ばれてます、これ。再戦申し込み、待ってればいいかな。なんか信頼できるカルマポイントがどんどん上がっていきますよ、僕の。さあ、じゃあ今度また、あれですよ。誰から？あ、しおりさんから。もう初心者とかそういう言い訳はなしですからね。ボタンさんに勝ちます。いやだってこれは1位の人が一番勝ちだから。はい、1位のみですか。はい、僕負けたことないですよ、これ。多分このゲーム今まで本当負けたことない。そんなにやってないし。はい、でも成績残ってますよね、どっか。はい、どうしようかな、どうしようかな、どうしようかな。最初はね、どこのラインも潰れてないから、はい、結構ね、思い切っていけるんですよね、最初は。最初はもう、じゃんじゃんいっちゃった方がいいのかな。それもありますし、でもそれで結局ミスる場合があるから。この状態でドボンってあるのかな。あります、あります。例えば5がさっき4個出てたじゃないですか。そしたらもう10しか進めないから。ほら、こういうこと、こういうこと。6、6、6、5。欲張るとこうなるんですよ。やっちゃった。大きいさんだ。じゃあ真ん中の数字がいいのかな。でもこう広くばらかさせるっていうのも大事ですね。低い数字、真ん中、大きい数字とかだと可能性が高まるというか、こうやって敵に塩を送ってでも勝っちゃいますから。本当にそれ塩なのかな。いやだってそうじゃないですか、ポーカーやってるせいかどうも疑わしいから。いやでもいろんな数字に対応するためには、小さめの数字、真ん中の数字、大きめの数字、7をまず確保して、7が一番絶対出やすいんで。6、6、8かな。ありますね。お、危ないですね。2個すんだ。危ない。お、ギリギリある。
お、88がある。お、一気にいくか。まあ、これ正解ですね。そこやめんの正解ですね。今もう一回振ってたら、ちょっと。どうしよっかな。7は誰もいないのか、じゃあ言っとくか。これかな。あ、出た。あ、違うか。お、9は2つ。もうちょっといっとくか。うわ、怖い。もう一個生きた。おお。素晴らしい。6と9いきますね。この辺かな。おお。いやー。いいクライミング。まずは7。こういうことなんですよね。これ10と9しか進めない。これ結構ね、きついんですよ。でも行くしかね。はい、終わり。なんだよ、これ。さっきの人ってこんな感じだった。でもさっき僕最初バーストしましたからね。そう、それよくかったよな、うん、どうしようかな。6があんまり美味しくない。いやいやいや、でも先に登ることが大事だから。うん、まあでも期待値的には6と7いいですからね。あの、うん、7を抑えるって結構大事ですよ。安全ですから、うん、6と7。この間に2とか登ってけばいいんですよ。どうしよう。5と 6?5 登ってる人いないからな。うん。どうしよう。7と4もありますよ。そうなんですよね。7と4で7いきましょう。7突っ走る。7。4の方がいいかね。4の方がいいですよ、ね。あ、でも4と4っていうのがあるね。7よりも4のが出にくいから。そういう時は4登った方がね、得なんですよ。本当ですか？だってそうじゃないですか。7は出やすいから。4は一歩が重いんですよ。はい、よし。お、危ない。よかったね、今。あ、やめた。やめました。あ、岸さん、12登りますよ、12。多分好きな12が。それは、塩送ってるの？いや、でも12と5だから結構いいんじゃないですか。いや、でも岸さんの被ってないんだ。岸さん、4、6、8だもん。これで7も取れれば結構いいと思う。5と9。ああ、まあ9になっちゃいますね。これは仕方ないけど。いや、でも8でもいいんじゃないですか。だって8がもうゴール近いですもんね。暑いっしょ。あ、8いいですね。8もあと4だもん。これ取れるでしょ。おお、8と8。ここで。もう一回いっちゃおうか。お、取れる。誰か電話が。あ、僕だ。ちょっとダメだ、これは。編集部の人だ。ちょっとじゃあ、出よう。お、おいですと。あ、もしもし。あ、すみません。ちょっと、とにかく、あと2日ぐらいでは終わらせられるように頑張ります。ちょっと、今進めてます。はい、すみません、本当に。はい。あの、今のズームネタで進めてますんで、はい。すみません、本当に。はい。はい、頑張ります。すみません、ありがとうございます。漫画のね、ゲームラボ編集長から。やってないじゃん。今進めてるんですよ、頭の中では漫画を。頭の中で常に。待ってる。マルチタスクで。そう、待ってる間にも。あ、6登り切られちゃった。うわー、ずるい。漫画の原稿の催促なんか電話来るんだ。まあ、そうですね。ちょっと今集中しないと。一旦これ集中だな。これもう6と8ないから結構つらい。じゃあ7はこれ絶対押さえとかなきゃいけないんで、もうここはでもキャントストップですね、この際。ギリギリじゃん。お、いや大丈夫、全然大丈夫です。あれ1個しか使ってないから。すごい。よしよしよし、もう7、1個に持っちゃう。しか使ってない。すごい。7と9か。まあそうするしかない。あ、7と7。7と7は、もちろんそうですよ。1616。おまだ7あれ。うーん。
でももう一個使っちゃうのか。くそー。ここまでにしとこうかな。これちょっとチキンなんだよな。行こう。よし。おお。これ7をね、塞いじゃうのが一番いいんですよ。あー、くそ。あー、くそ。これは何だろう。くそ。欲張るから。いやー。ちょっと編集部の人からの電話のせいで。ああ、ちょっとミスった感覚が。はい、十分だったじゃん。あと3マスだったんだよ。いやー、やられたわ。もうこうなると。11かな。こうなるとね、もうね、終わりなんですよ。終わりですよ。よっぽどみんながミスってくる。でもまあ、やるしかない。どうしよう、どうしよう。もう一回。来た。やめときます。お、引き寄ってくれて。おぉ5、7、9か。まだぴょこたんのとこに戻ってくるまで多分7あるんじゃないですか。どうですかね。だってキさんは7全く置いてないし、自分も3個しかないから。あれぴょこたん赤だよね、この。いや、ない、僕黄色なんで。ない、存在してない、はい、まだ2回失敗してるんで。2回どこだよ。4結構先行してるな。4取っちゃうといいで。4取っちゃうと結構しおりさんには痛手ですね。つらい、やだ。あ、4と4あるじゃないですか。あ、来た。これは4押さえちゃいましょう。ほら、4来た。さっきひよったのをね、後悔させてやりましょう、ね、どうでしょう。7かな。大丈夫大丈夫。安全策でいうと7なんだけど。ママにとっか、うん、あー、欲張り。キスさん欲張り。運が取れる。お、9と9最高じゃんこれ。お、9と9。いやー、いいですね、こうやって人の欲望がこう丸出しになるゲームですから。お、やべえな、いきなり使い切ってる。あ、ここで勝つ可能性ありますよ。でも勝ち切りありますよ。いや、やめるのはないな。あーほら、やめればよかったのに。ひどい。お水持ってこよう。まあ7行くしかねえだろ。でもぴょこたんの弟 YouTuber デビューしたんだね。さて、ちょっと紛らわさないでください。関係ない話。精神攻撃よね。これは5と11行くしかねえな。やっぱあの筋肉路線よりもさ、あっちのなんかこう、なんか思想とかさ、考え方とかさ、ファッションがいいよ。やっぱ筋肉はライバルでしょ、筋トレとか。ちょっと今、それどこじゃないんで。あー、怖いよ。よし。あー、くそ、もうダメだ。え、また、ダメだ。さあ。一か八かが。まあまだ大丈夫だ。まだ大丈夫。冷静に冷静に。お、4取れるかこれで。あ、行かれた。お、4かな ?4 と 11? うん、そうじゃないですか。11も持ってるし。7欲しいかな。これ、どうしよう。悩むな。いや、ストップします。あ、日和りましたね。ただこれね、赤結構いい位置つけてるから潰さないと。7誰か潰さないと。岸さんは、お、岸さんの好きな2があるよ。選べなかった。うわ、こう、お、また5が出た。うん、まずいな。うわ、これ難しいね。じゃあ7かな。お、さすがギャンブラー。今そんなことしてる場合ですか。7誰か止めないとこれ負けちゃいますって。ね、でも今から7行っても。あ、そうですね。ただしおりさんが次のターンでもう7絶対に狙ってくるわけですよ。11止めとけば大丈夫でしょ。お、すげえ。登り切りそう。怖いな。だって2と5と11でしょ。おー、やめた。堅実。さあ、ここで山川さんが。お、12いいじゃん、12と7。ねえ。うん、間違った、自分青だった。
いや、青だけでいいんですよ。どうしよっかな。11はないから12と7でいいか。7をとにかく潰さないことには。ほら、7。お。いやあ、7と10か。9も意外といいんだよな。9にしよっかな。どうでしたっけ。いやー、やばいな。お、9がある。あ、9ありますね。9登り切られるな。これやばいな。どっちか行けばいいよ、どっちか行けばいい。おお。7があると安心感がね。あー、来る。怖い。おお。よし。9登りますね、これは。あー、はい、欲張り。欲張りですね。いやー、それはダメでしょう。期待持たせやがってって感じ。僕もう7登りまでやめないから。そうですね、もうそれしかないから。はい。もう、ちゃんとストップですよ、はい。7登り切りますよ。だってそうじゃないとどうせ負けちゃうんだもん。負けちゃうから、もうひたすら7登りマシーンです。はい。いやー、きついな、これ。とはいえ、きついよ。で、まあまあですよ。しょうがないです。来ますね。いやー、もうこれ絶対登らないといけないんですよ。そう。よし、7と7。7と7。お。お。よーし、見とけ。登り切ってやる。一回で終わらす？登り切ってやら、ここで。3本。いやー、ちょっとこれね、11。7と9と11悩むね。いやー、これ、でも7なんだよ、ここは。そうなんだ、11じゃないんだ。一気に登り切る。いや、ここは7なんですよ。見ててください。やだー、あー、くそ一気に気を持たせるな。もうダメだよ、これ。もう負けだって。あ、でも10しかないよ、これ。はい、危なかったね。いやー、今のはな。7と2。もう行くしかなかったんだもん、今。ドボンしろ、ドボンしろ。あー、7が。そう、結局こうなっちゃうんですよ。ドボンしろ。どうもしろ。7ください。ああ。でもまだだもんね、まだだもんね、でも。まだです。まだ終わりじゃないからね。まだ諦めちゃダメ。試合終了じゃないから。こっから辛くなってきた。こうなってくると誰強いかな。こうなってくると気が強いんじゃないですか、結構。キャーついてんな、ここで12だ。12持ってますね。いやー、岸さんもこれで。おー、12。あー、あー、ここ登りきんのか。いやー、さすがギャンブラーだな。これ5出せば岸さんが上がりですよ。勝ちですよ。上がりですよ。勝ちですよ。あー、行った。本当に行った。終わった。いやー。やりますね。コマがあるけど続けても意味ないのかね。意味ないです。もう勝ちだから。もう勝ちですね。絶対やんない方がいいですよ。あー、初めて負けたかも、このゲーム。